どうもこんにちは。どうも、いや、お題なんですよ。普通のザックバランタイムですかね。はい、はいはい。今日会は高速一本で帰るんですよね。高速一本ですね。透明ですか。透明になると思います。はい、新透明じゃなくて。あ、新透明でしたね。今日。あ、どっちが距離短いんだろう。新透明のが短い。もううなぎ寄れないじゃないですか、浜中。寄れ。え？そうですね。降りないですか。あ、浜名湖ってあれですよ、透明でしょ。降りても今日は間に合う。間に合う。うなぎうまいな。あ、名古屋でひつまぶしもうまいですよ。そうなんですよね。だから、なんかここまで来ちゃうと、今から帰、もう帰るモードって感じで言われてるんですけど、はい、どっか泊まってこうかなと思っちゃう、ね、感覚で、いいバーするんですけど。まあ、それはそれであるじゃないですか。晩飯食って解散しますか、早めに。うん、お茶かかる。全然いいですよ。今度はだから、かっこよく三大で出たいんですよ。三大で出るのがかっこいいの？そう、いや、そこでさよならです、飯食ったら。あー、ほら、バンザーイって、バンザーイって、エイリアンバンザーイって。それまた言ってないですか？今日6日やから、今日6日やから。あかんの？今日6日やからあかんの。言いますか？消えますよ。あ、本当ですか？生きて領収の恥ずかしめ受けずってね、先陣に。いや、あかんねんって、今日は。今日はあかんなんで今日ダメなんですか。今日なんでダメなんですか。今日はな、いろいろあった。いろいろ何あったんですか。1945年な、いろいろあった日だったね。1945年、ナイキナイスリーですね。恋をした、まあ40代が元気っていいよね。そうですね、うまく話変えましたね。だってこの人すごい誰。44なんですよ。俺47、兄貴。兄貴、最近思うわ。何ですか。自分よりも年下が周りに増えてきたら、そんなことないですよ。逃げましょう、兄貴。昔、おばあちゃんに言ってましたね。いや、ね、40代ってさ、みんな疲れてるんよ。社会とかね、会社にね、家庭とかね。で、そんな中で、なんかこんなことをやれるって、ある意味羨ましい人の方が、ああ、かもしれない、多いと思うね、うん。この3人とも羨ましがあるでしょうね。いや、そうやと思うね。ね、本気で仕事し、自信持ってる人、YouTube で盛り上がってる人、それで車平気で買う人、で3人ともなんか、ファンキーっていうか、どっちかというとクレイジーに見えるんでしょうね。そうやね。販売店で買わないのって思われるでしょうし、あんた何やってんのって、あんた何で売ってんのって感じですよね。そうそうそう。これってな、はい、今からの時代に絶対必要なことね。いつも言いますね、それね。中年は、ほんまに、今っていうか、まあ昔も今もやけど、はい、若者が見習えるような中年が多いんだよ。あ、かっこいい大人ですね。あの人になってみたいみたいな。そう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 。だから中年がなんか楽しそうにやってないと。そうですね。だって今日本のバランスを保っているのって我々40代ですよね。そう。上下挟まってね。そうそうそう。その人が暗い顔をしてサラリーやって、なんかね、帰りの一杯飲むのが私の幸せですって言ってね、ウイルス対策で染み出されて、公園で缶ビール飲んでたらちょっと切ないですもんね。そう。そうやね。そうやね。なるほどね。だから中年が楽しく元気よくね、遊んでる姿ってすごく大事ですよね。うん。閣下の言うてる通りのことを今日からいいですか。いや、だから結局さ、そうやねんて。な、東京からここまで来てな、うん、車を持って帰るわけじゃんか。うん、普通に考えたらおかしい行動やね。狂ってますね。その元気のない人だからするとな。そうですよね。面白い人ですね、小林さんって人が。そもそもね、そういうストーリーを描けるわけ。普通リスクヘッジで、例えばお金持って積車で来る人もいますよね。積載車に乗った方が安心とか、自分の腕で帰ろうって言うんでしょ。で、京都で平気には泊まって帰ると言ってました。いや俺やったら名古屋超えたぐらい。ああ、まあそうですね。楽したいですよ、もう静岡ぐらい。あ、多分ね、あの3日回避で、僕前もそうやったじゃないですか。東京方面で泊まらせてくれないんですよ、タフ県ナンバーは。あー、だから俺浜名湖で泊まったんですよ、クラウンの時。静岡だけは OK なんですよ。コロナウイルスの、その政令指定都市から外れてるんですって。で、大阪、名古屋と泊まるんですよ、東海道は。
大丈夫です、多分エクスペリアなら多分、あ、そうか、エクスペリアか、エクスペリアならちょっと多分取れちゃう、うんうん、エクスペリアか僕も鳥箱ですね、あ、鳥箱、海外も鳥箱で取りますけど、うん、鳥箱鳥箱知ってます、ドイツのメーカーなんだ、知ってるよ、広告費ですか、広告費7割でやってるんだ、だから CM だからお嬢さんがずっとめっちゃ出たじゃん、はい、ね、売り上げの7割が全部広告費、あとシステムでボロ儲けらしいですよ、ね、前あのあれですよ、あの釜山に行った時も鳥箱で撮ったんですよ、そしたら鳥箱で撮りましたっていうのを英語で言ってるのに日本語で増田翔太さんですねって言うんですよ、なんか微妙にあの知識自慢って、そうそうそう、言うとずっと書く話聞いてね、ちょっとこれオフショットは俺様の時代です、うん、知識自慢するよね、知識自慢、中身ないから、中身この2人じゃなくて、いやだけどこんな話がザーマンさんとかの知識の方に持っていったけどな、もう一回戻してくれると出た、得意技、得意技、ザーマンさんの知識はいらないんだよ、こんなことばっかり言うんですよねえ、名参謀とか言わないでしょ俺のミスターブレインだとかそんな言ったよね、俺もちょっと地位向上するのに PAPA でパシリパシリが言える、そうだよ、パシリとか PA でしたね、まあパーキングエリアって役所でいや、まあそうですけど、だから SA にせよみたいなね、いやいや、パーキング寝てる人バケやん、トイレから、これぐらいのことをやったって人間死なないんだよ、はい、なのにやらない人間が多いんだよ、そうね、いつもそこ噛みつきますね、うん、ばっかじゃん、ね、やらないしますよ、ね、やってる人ですよね、いや、今日面白い会話があって、はい、なんですか、藤田伝さん、伝さんの話してたのか、うんうん、で、孫さんは、孫ちゃん、はい、孫さんは聞いたことを全部やったっていうのが、はい、で、ドレッドエフェリアさんも YouTube で見たことをやってるわけ、曲論の話とか見て、はい、おー、売り出て、俺買いに行くよ、わって動いたわけじゃんか、はい、あれに信用して動いたわけじゃんか、はい、で、まあ、今はもうほとんどシャットアウトしてる、一時うちいろんな相談事多かったじゃん、はい、ね、いろんなこと答えるじゃんか、はい、でもやる人っておらへん、うん、そうですね、うん、いましたね、うん、すごいことですよ、うん、これ結構本質ついてるんですよ、閣下よく言うように閣下は成功を込めて、お前にはその悩みはこれが一番いい解決法だ、やってごらんっていう方法も提示してるんですね、でそれをやってみてあかんかったとかうまくいったっていう感想があれば、あ、やってみたんだなっていうのはそれだけでも安心じゃないですか、もう聞いたらそうっすね、はい、でもねっていう人が多くて、要するに最高の意見を出しても採用されないっていうのが少しお悩みになったんですけど、うん、エイリアンさんみたいにね、やっちゃった人がいますからね、簡単に、ね、やっちゃったね、うん、いやあ、おっさんの話してんの、まだそんな話してんの、ね、うん、お怒りになってます、お怒りになってます、ちょっとだからエイリアンさんの晩飯じゃなくて夜食どこで食うか考えてあげましょうね、過去もこれめっちゃ知ってるじゃないですか、いや、あれだよね、あ、名古屋寄られへんのか、ラーメンうまいラーメンいっぱいあるんですけどね、味噌煮込んでるとかね夜中ちょっと一回寄って泊まったらね、静岡か、お茶しかないね、みかんとか夜食、いや、だからまあ、花の物をして言うと思って、この辺も地域、俺いっぱい知ってる、自慢せんの、ありがとうございます黙ってよ、そうそうそう、行動するって大事だね、大事ですね、閣下だけじゃなくてね、そのエイリアンさんが動画を信じ込む、信じてみたっていうところの勇気がね、一つの扉開けたらこんなに裾野が広がったんだよね、だって閣下に会いたくてこの車に乗って普通に一泊で来そうですね、うん、暇やから来ますよ、ね、本当水温計だけ見といてねって、あの大脇さん水足してねって言うと思うんだよね、いや、あの行動するってすごいいいことなのよ、行動せえへん中年多いから、うん、ばっかりよな、いつも言うんですよ、うん、まあ、来て相談を受けてもどうせせえへんやろっていつも言うからね、そうですね、うん、いや、ほぼ概ねしないですね、うん、だ言いたいだけの愚痴じゃなくて、ほんま本気の改善を求めてやってこいってことですよね、そうそうそう、本気で当たっていったら絶対得るもんあるんだよね、うん、そうですね、うん、なんでやらないんでしょうね、うん、みんなエイリアさんとかみたいになんでやらないんでしょうね、閣下に言われて、じゃあ騙されたと思ってやってみるってやつが
出てくると環境変わるじゃないですか、うん、ちゃう人の信頼でやってみると賢なりすぎたね。ああ、もう触れんとこみたいな、危ない危ない、うん、乱されたくないように、うんうん、賢なりすぎて何も面白くない、うん、あだから閣下に反発するんですよ。だって閣下を認めるってことは今まで自分が真面目にやってきたことが全部破壊されてバカみたいになってしまう。俺破壊よ。でそうじゃないですか。だから自分らが破壊されてしまうから、せっかく一生懸命ね、へこへこ頭下げて何もなかったのに生きていこうよって頑張ってきたのに、家族のためにね、うん、でも閣下が止めてしまえよって人生一回は楽しめよバカ野郎っていうのに乗ったら自分のような人生になったの60代ですよ。いやそれを否定したくないから言うけどやらないっていうことはあるかもしれない、選択できない、まあ、だけどさ、うんうん、僕だってそこそこの会社におったわけじゃん。そうですよ、うん、でっかい会社でやってましたよね。でも、うん、ドラッキャーのことばかり言うわけじゃないけど、では知識自慢入りました。まあザーマさんがね知識自慢するから、うん、過去の栄光で未来が生きれると思うなっていう話。はい、申し訳ございません。どうしたらね、うん、な昔ないでもだからしてたんですね、そう営業ナンバーワンだったんですね。そうそうそう、あの生き方も人生、あ生き方とか仕事も生き方も遊びも何も一緒なんだけど、はい、男の場合だったら、うん、女性にモテないようなことしたらあかんわけ。なるほど、分かりやすい、分かりやすい、これが一番いい、うんうん、そうですね、強気をね、うん、お酒、仕事終わって缶ビール持ってチビチビ飲んでる姿に女性は惚れへんわけや。そうですね、うん、もっと気配りできる男じゃないとね。そうよりかはどっかいいところで何々やってるとか、うんうん、何か自分のことやってるとかの方がいいわけさ。そうですね、うん、それがやっぱり実は人生のなんていうのかな、楽しみ方でもあったりとかチャレンジしたりしていく一つの基準点になるんだけど、はい、うん、おっさんばっかり車で集まってどこそかの駐車場で喋ってて女の人が見てうわ素敵ねって誰も思わんわけさ。あーミーティングみたいなね、誰も思わんねん。そうですね、でもそれしたがんねん、うんうん、それがいけてないと。いけてない、うん、だから点で見ずに縁で見たら自分らが他人にどう映ってるのかっていうことも意識して、うん、まあ一丁らのスーツ着る人らがおるのと同じように、うん、そういうドライバーたちもオーナーさんたちも周りを引きつければ魅力なる大人になれよってたまに言いますので、おじさまでかっこいいオープンカー乗ってて喫茶店ね、奥様と怒られてたら、うん、あ品のいい人だな、英国紳士かなみたいな、そういうとこの大人がいないからかっこいい怒りなんですよね。そうそうそう、白洲二郎さん的なやつ。特に車好きって多いじゃん、そういう、うん、あ群れちゃって埋まっちゃう人らね、うん、そうそう、それ離れたら見て女性陣が見てあの人かっこいいわ素敵って誰も思う、まあ、逆になんか引いてる人多いですよね。引いてる引いてるほどの人、うん、だから群れるなっていう話で、うん、3密するなって今急に流行りに乗ってた3密ですね、うん、3密、うん、かっこええやんだから一人で乗り込んできてさ、うん、あそうですね、一人でこんな派手な車で買いますからね、うん、そうそう一人で乗り込んできて、うん、これで派手、さっきも市場出たらいろんな人こうやって見てるわ、うん、見てましたね、かっこいいじゃん。振り返ってましたよおじさまたちがね、うん、やっぱりその色感能的、そしてどんな人が乗ってるんだろうってやっぱ見ますもんね。そうさっきお客さん来てた人もかっこいいですね、うん、やっぱりゆうさんいやすげえ、エイリアンさんの人生観がまた変わりますね、これ絶対変わるよ、まあ、要は名馬を維持したわけですよね、うん、ここに来て、そのよし信じてみよう来たことがやっぱ人生観変わるわけです、うん、世界をぶっ壊しましたね、うんうん、すごいことしましたね、エイリアンさんは。それも閣下の上昇の黎明によってね、さらに高みへとね、目指されて、うん、ねえ、いやすごいな、うん、過去をぶっ壊せとおっしゃってましたよ。過去なんて何にもならないぶっ壊せ、ぶっ壊せ、自民党をぶっ壊すとかね、まあ、ぶっ壊れやったからな、まあ、そうですね、優勢問題ですけどねうん、そういう感じのスローガンがあると。でも明るく生きるって意味で閣下のおっしゃる通りでね、既成概念をぶっ壊すと自分の過去なんか自分で壊せるんやから、うん、ね、そのエイリアンさんみたいにこのアルファ7号の生活が今日から始まった時に周りにいる人たちは自分の生き方も変わってきますもんね。ね、持ち物で人間変わりますもんね。毎日ね、こう例えば浴衣着て歩いとったら歩き方変わるのと同じでね、うん、そうそうそう、人も合わせますもんね。この車に乗る生活ってまた変わるんでしょうね。どうで次ジローラムさんみたいになってきたら、うん、おーって、えらい女の人の話がせえなあいつって言って、
で、閣下が塩まいとけって言ってあいつ生まれ変わるまでちょっと家にますあざますってね。面白いですね、ジログラムさん。いやいや、いいんちゃう、うん、やってみたかったらやったらいい。そうですよね、うん、英語圏から今度いや、ね、EU 組になってね、うん、しかも中国に食われそうで、あえてイタリアをやるのも。いやいや、いやそうそうそう、だから何でもやってみたらいいね、結局、うん、いや円で言っちゃダメだよ、ポンドで攻めてるよ、ドルとか。さあ、和やかな雰囲気でいよいよアルファ75出撃いたします。最後お見送りさせてもらいます、ここで、はい。